今日はですね「偏法性の法則は、えー、心からやる、えー」ということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、心からやるっていうかその心からやると偏法、えー、性の法則がこう成り立つんかなと成り立つというかそのしっかりこうそうなっていくんかなというのを、えー、感じております。そそれはですねその えーまあ、まあお客さんとかその他のことでもそうなんですけどもその偏法性の法則があるからこうしようと思ってやるんではなくてですねその心からやることによって、えー、それをこう感じ取ってくれはってそれに対してのその変法性がこう起こるというか偏法性の法則みたいなもんが起こるんからというふうに思います。だから その自分の利益を考えてやるまあまあそれはそれで別にえ一つのその商売人としてのやり方なんかもしれないんですけど僕はどっちかというとその心からっていうのがこう強いえ心からやるっていうので偏方性っていう法則を考えてやるっていうのはあまりないというところですね。 えーまあ、まあ具体的にというか、まあ、お客さんにですねいろいろやっていくときに普通はお客さんに目の前の人をこう大切にしたいんでここまでやろうっていうのをこうやっていった時にですねまあ集客でもそうですしそれ以外でもそうなんですけどもその僕がその行動するのにその見返りを求めてやってるというよりは。 えー、そうした方がいい僕がそうしたいとかね、えー、そのお客さんのた,ためにはこうした方がいいっていうところからやってることによってですねその変法性がこう 法則がこう成り立ったかなというふうに考えてます。で、僕の中で前までこう計算の中でやることもあったんですけども、それをやるとあまりその偏傍性の法則がそのまま帰ってこないことが多いですね。そうその私たちに対して返ってくることがこう あまり少ななかかったかなと思うんですけど心からこう動いたことに関してはですね偏方性の法則のようなものがこうしっかりとなんか自分にこう返ってきてるかなというふうに考えてます。というのはまあまあその見返りを求めてやるっていうことは結構自分のことを考えてそのことをやってるんでですね のためになってるかどうかどうのが微妙にななってきてきいるんかもしれないですで、えー、今の僕の場合ですとそのお客さんのためにはこうした方がいいとかお客さんのために思って僕はこうしたいとかいうことをこうやるっていうのはですね結局お客さんが求めてることであったりお客さんのためになることを。 え自然とやってることになるんでそのことに対して、えー、やっぱりそのやっぱ返してくれるのかなということを思いますね、うんで。もちろんその返ってこないこともあるんですけどもその返ってこないことのその そこだけを見ると返ってこないように見えてるんですけどもその自分がやったことが本心からやってるんでそれはこう回り回って自分に何か返ってきてるような感じがします。だからあのー、そうやってそのお客さんのためにこうまあオーバーワーク的にいろいろやってることっていうのはですね 何か分かんないですけどもこう見えない形で何か僕にこう、えー、何かが返ってきてる、えー、可能性はある今は気づけてないですけども、えー、そういうものがこれからこう後々にこう返ってくる可能性はあります。だからこう遠方性がいかへんからやめるんじゃなくてやっぱお客さんのためにベストを尽くす状態というかね、えー、そういうものをこうやって。 ていくことですねで人に対してでででもそうですね、えー、で人に対してっていうのが一番こう分かりやすくするんであればね、えー、家族ですよね、えー、一緒に住んでる家族のために何かこうしてやろうと。 もちろん自分がややりたいいからやるということ、うこそいつのためにやって自分が苦しむというのではなくて自分がやりたいという気持ちがありながらそれが家族のためになることをやりたいということでこうやっていくとですねそれまあ遠方性まで考えてないですけど、まあ、お客あの家族が喜んでくれたらいいかなと。 例えば風呂掃除とかが僕は好きでですね、えー、風呂掃除してほしい,ほしい感じまあ、あのー、家族は結構邪魔くさいみたいなんですけども僕はねそれを家族のためにやるっていうまあ家族はまあそれで助かるっていう気持ち4割自分がその風呂掃除をすることでこうすることが好きな気持ちが6割と。 いうところでこうやるやるっていう感じで俺風呂掃除は俺任せといてくれという感じでこうやってますねで、えー、それに関して別に偏方性というかそういうのはわかんないですけどもそれはなんかこう回り回って家族がお店のことでこう協力してくれたりとかですね いい環境を与えてくれたりとかこういろんなことでこう協力してくれる、えー、ちょっと無理というかなんかこう言った時にこう話を聞いてくれたりしてるということがあるかなというふうには感じています。だからその何かやったことによってそのまま直接帰ってくるというよりこう回り回ってねなんかその帰ってくるっていうのがあるかなと。そそれがこうどその まあ、計算とかその見返りを求めてやっても別にそれが、えー、その人のためになってるんであれば別にいいんでしょうけどもできればねこう純粋にこう心から、えー、本心からやっていくという形を取れるとですね えー、いいかなとそれはねこう相手のともことをこう考えてると自然とこうそういう行動を起こしてくる状態になるっていうんですかね、えー、そういうところがあるかなというふうに思います。ほんで、えー、僕自身としてはそこにこう見返りを求めてやるとかいうことじゃなくなってるんでねその見返りがなくても、えー、そのことはでそのことをやること自身 自体で僕は満足しているという状況になってるのと、それが本当の人のためになってるんであればですね、それは回り回って自分に何か返ってくる、えー、返していただける状態になるかなというふうに思ってます。それがこうしっかりと目に見えてわかるんじゃなくて、どっかで気づく僕は気づいたこういうことやったからこうやってちゃんと返ってきてんやなというのをこうこれから気づけることがあるかなと。で、えー、目に見えてこれ明らかにこれ返って できてる感じやなっていうのもこう感じることもえー、らいことすありがんでそれはものすごいありがたすぎてですね僕はそこまでは求めてないんだけどそこまでこういろいろこうしていただけるとかね、えー、そういうのをこう感じるとこう、まあ、まあ商売をしてるこう面白さみたいなもんもあるんでしょうけどもね、うん、ということで変法性の法,法則は心からやることによって 得られるということ、得られるというか、まあ、得られる可能性が高いということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。